学校無償レクチャーをのぞみ先生いる。それでは皆さん、この浴衣のお姉様方の周りに輪になっていただけますでしょうか。なるべくたくさんの方に一緒に踊っていただきたいので、はい、このお姉さんたちを見ながらですね、一緒に踊っていればいつの間にか踊れるようになりますので、一番有名な炭鉱節のレクチャーから行ってみたいと思います。で、左回りにぐるぐる回っていきますのでね。それでは、体の前にですね、こうスコップを持つような感じですね。はい、そう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 、グッと構えていただく感じで、そこから行ってみますよ。3、はい、ほっで、ほって、また、ほって、かつぐ、かついで、かついで、下がって、下がって、押して、押して、開いて、ちゃちゃんがちょん、もう一回、ほって、ほって、また、ほって、かつぐ、かついで、かついで、下がって、下がって、押して、押して、開いて、ちゃちゃんがちょん、もう結構完璧ですね、これだけでもね。いけそうな感じです。そしたらちょっと難しい盆踊りを先にレクチャーしておきましょうか。後の方でですね、神奈川を、この素晴らしいね、金沢文庫芸術祭をやっているこの神奈川の風景を歌に盛り込んだ神奈川踊りというのをやりますけれども、それがちょっと複雑なんで、ご紹介いたします。盆踊り部師範でございます。桜子、やってまいりました。ここで話題が出ることを楽しみにしていました。今からちょっと紹介する神奈川踊りという盆踊りからあるんですけど、私大好きな踊りなので、ちょっとかっこよく決めるには、まあ、踊りが踊れてた方が列に入れるということで、ちょっとご紹介したいと思います。円の中心に向かってください。はい、はい、もうちょっとわーがなればなと、はい、ちょっと内側に寄ってください。もし人がいっぱいいるようだったら、20にも30にも輪を大きく振ってくださいね。はい、ではまず、ちょんちょんが膝、左へちょん、右へちょん、で進行、そっと抜いて片足、少し少し向いて片足。おちょうだいな、言いません。やーま、はい、下がって下がって左へちょん、はい、左へ開いて右へ開いて、進行進行、そっと向いて片足、進行進行、うっち向いて片足、おちょうだいな、言いません。やーま、はい、左から下がって下がって、これの繰り返してください。これはかなりかっこいいんですよ、踊れるようになると。はい、円の内側を向かって踊る踊りというのは、結構ここでぐっとみんなの意識が真ん中に集中するので、はい、ご覧しやすいとなっております。どうでしょう、もーちゃん。川崎踊り、はい、エイサーの方、津波からいらっしゃってたんですね。はい、ちょっと近くの、私この間川崎で盆踊りさせていただいたんですが、そこで、私たちも大好きになった曲、川崎踊りという曲があります。じゃあ川崎踊りいってますか。太鼓の音を聞いて、それで始まるんですけど、いいですか、私マイク持ってるので、皆さん踊り子がやってください。はい、1、2、3、それ払って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 、
し向かうののポイント、はい、なんとなくまだね曲がわからないから何やってるかわかんないと思うんですけど、あ、これだなって後で音がかかった時にハマる楽しさをよかったら味わっていただけますと嬉しいです。はい、ちょっとそこら辺が難しい曲ですが、あとは結構いつもやっている南光節、ノーマボーンさん、あのメジャーな曲もやりつつ、イマジン盆踊り部のオリジナル盆踊り歌、御用感音頭というのもありますので、そこを楽しみにしていただけたらと思います。まあ、どうでしょうか。あ、まだまだまだ今ちょっとご紹介した、イマジンボーダリブ御用快音頭という去年生まれた、オリジナルの歌があります。これはまさに5つの妖怪、妖怪の歌なので、途中でフリーになると、フリー妖怪になるとこあります。そこ思う存分周りの人を怖がらせてください、はい、フリーで妖怪になっていただくための、まあ、本ということで、まずこれが123、はい、これ猫又さんです。これベトベトさん、ぬらりひょん、はい、ぬらりひょん、はい、右にゃん、左にゃん、これ猫になりきって猫又さん、にゃ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 ん、左ってじゃん、はい、ちょちょんがちょんっていう感じの振りなんですけど、ここから周りの人たちがよろよろともうなり始めた。あ、これフリー妖怪のとこだなって感じで、皆さん好きになっていただくんですけど、あの妖怪からまたちょっと戻っていただくとこもあるので、その戻りも周りを見ながら楽しんでやっていただきたいと思います。ありがとうございます。これが落ちれば大丈夫です。それでは、生バンドで盆踊り行ってみたいと思います。踊り子を見ながらですね。